はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナ続きをやっていきたいと思います。いよいよマナの要塞に突入ですね。まあ、またフラミを呼び出して、いきましょう。そうか、ドラゴンバスターになってんのか。でマナの剣はね、最終決戦でなんかポポイとプリムがドリアードからマナを剣にかけてマナの剣になるみたいな、なんかそんな感じだったと思うんで、ここか。ん、もういきなりか。端から行こう。何にもないかちょっと確認してから。宝箱とかはないね。これは前出てきてた敵だよね、多分。当たらん。ダックジェネラル。なるべくマジックパワーはちょっと取っておきたい気もするけど、こいつが厄介なのか。ガランシャラムみたいな。あ、アースクエイクになってる。そういえば、そうか、900とか。アースクエイクに弱いのか。両方ともポポイになってんね、ちょっと短縮が。右はいけない。左に階段があるんで登りましょう。あれ、こんなやついたっけ。サタンヘッド、サタンヘッドってもともといたっけ。ダークストーカーいたよね。やっぱミスが多いな。そしてこいつらのヒットポイントも高くなってんな。300、え、400近く当ててるけど死なないね。ゲランディ毒受けたとかひどい。当たり判定かな。ラーバーウェーブ使ってくるのか。ちょっと魔法で対処しよう。顔に顔面にヒットしてるし。あれ、こいつどっから湧いてきた。こんないっぱいいるの。ちょっと一回全体に唱えよう。ヘラス、いや本当にね、命中率が、もうこのゲームやり始めてから命中率が命中率がとしか言ってない気がする。ここは最後だったはずなんで。お、なかなかかっこいい音だね。月間タマジック使ってくるのかよ。ちょっと待ってね、一回プリムにして。いや、プリムできねえし。ノームのクイックをやっぱり左に置こう。で全体にかける。クイック貴重だね。げっ、ひでっ。ちょっと待って、攻撃できねえんだけど。これってさ、モーグリーベルト使えば戻るのかな。モーグリーに変身からモーグリーベルト使うとき、げ一瞬にしてモーグリーにされるんだけど。モーグリーもでもあれかな、時間経てば元に戻る。裏方でちょっとノームのレベルをプリム上げた方が良かったかな。すぐね切れちゃうからね、効果が。あれ、もう効果、ああ切れたか。あ、宝箱、ちょっと最終ダンジョンの宝箱はね、なるべく回収していきたいんだよね。いいのか、出ろ。トータスメイル、強そうではある。後で見てみよう。無知ダイヤフレイル。あれ、これどっから行くんだ。一回こっちに行って、宝箱開けて、デーモンリング、なんか怪しいの手に入れてるけど、これ呪われてるとかそういうのはないはずだからね。あ、呪われてるとかはないかもしれないけど、なんかに弱い、耐性に弱くなるっていうのはもしかしたらあるかもね。クイック使ってこう。ミスるんで。あ、しまった。 100% になる前に攻撃をしてもらった。なるべく蹴りをつけたい。もう技ゲージを貯めてる暇ないよ。必殺技ゲージね。 100% になったら即攻撃だな。あ、切れた、切れたけど、まだこいつらこんないっぱいいんの。魔法レベルアップ、よし。ノームレベル4か。まだ
こちらが勝たせてくれんだろう。おっと、あれ、後ろに変な狼みたいなのがいんな。いて、あんまり食らわなかったけど、あ、もう切れたよ。こいつらでもあんまり回避率が高いとは思えないから。まだ下で戦ってる？まだ生きてるか。犬っころしぶといな。どんどん上に登っていってるのか、これ要塞の。あれ、これ多分あれだな、剣とかで壊せるのかな、ちなみに。え微妙な感じだね。斧だと一発で壊せるとか、そういうのあんのかな。でこうやって道を作って先へ進んでいくと、無知で飛び越えて、武器をね一回一回変えるのがめんどくさいんだよね。119ドラゴンランスの方が強いね。ドラゴンバスターより。いやでもやっぱり剣が一番使いやすいからね、汎用性が高い。完全に左右からはめ殺しをしているな。あ、またこいつか。到達ないと、到達メールもっていうかね、レベル1で攻撃しよう。これさ、必殺技ってさ、だって貯めてやってもさ、外すとめちゃくちゃショックだからね。せっかく5まで貯めてさ、ミスとか言ったらさ悲しすぎるでしょ。一応貯める。じゃレベル2、ほらほらミスとか。かといってさ、クイックやってるとさ、すぐ魔法が切れちゃうからね。当たらん。これなんか両方いけそうだね。ちょっと行ってみる。どっちも同じところに通じてるか。こいつモーグリーにしてくるからな、めんどくさいことに。とりあえずアースクエイクで一回ダメージ与えよう。379。最近の敵300くらいじゃ死なないような気がするんだけど、あれどっちだ、これどっちが進んでんだ。これ進んでる感じがするね。左の方もちょっと見ておきたいは見ておきたい。敵は仕方していこう。こっちの左上、微妙だな。マジで微妙だな。どっちだ。ラッシュを使ってきたな。ラッシュって攻撃力アップするんだっけ。もう一リーや、一リー攻撃。クイックがあると確かにだいぶねストレスは解消されるけど、魔法を使ってようやく命中率が 100% 近くなるって結構きついよな、やっぱり。どっからどう続いてんのこれ。魔法切れてるからね。またストーンセーバーか。ストーンセーバーにアースクエイクは効くのか。あ、いけねえ、こっち。よくよく考えたらこいつぶっ倒したら戻ろう。いけないよね。いけないいけないいけない。下から回れってことか。なるほど。こいつはちょっと全員しかと。マナの神殿からね、だいぶ複雑になってるからね。こいつはモーグリにしてくるから早急に逃げよう。またエレメンタルソードか。ドラゴンバスターになってくるさ。いやー遅かったー、跳ね返されんね。あれどうなったよくわかんねえアンチマジックかね、ちょっと厄介だね。
倒したか。これは踏むやつか。これ踏んで、あれもう切れた。なんか宝箱が出やすくなるアイテムとか装備とかそういうのないんだっけ。え、なんかめんどくせえな。あいつはちょっと魔法でなんとかしよう。当たらん、間違えた。もう一回、めんどくさー。これ多分踏むとさ、なんかまた復活しそうだよね。ほら前もあったよね、こんなの。え、どうなのこれ。踏んだ方がいい、踏んだ方がいいっていうか踏むものがなかった。うん、下は何もないか。めんどくさい、何なのこれ。え、命中率と回避率って何、どう依存してんの。あんまりさ、ステータス見てないからね。ちょっと見てみる、最後の最後で。武器レベル、魔法レベル、図鑑、ステータス。ヒット率 90%、 回避率 90%。 え、どういうこと。ヒット率引く回避率ってこと。敵の回避率が多分設定されてんだろうな。デフォルトで90か。それもなんかね、あれだよね。レベル57、上がってるね、だいぶ。だいたいさ、昔のゲームってクリアレベル50前後、55くらいかだよね。アークザラット2とかが確かすごかったけど、レベル100とかいくからね、あれ100以上になるから。しかもね、プレイステーション初期の作品にしてはかなり長いんですよね、アークザラット2。あれはね、めっちゃハマりましたね。すげえ名作だと思う、やっぱり。多分クリアするのにね、100時間くらいはかかった気がします。そういうね、懐かしいゲームもやっていきたいんだよね。でもアークザラット2をやろうとするとやっぱりね、アークザラット1からね、引き継ぎをしたいんだよね。これワープか。あれ、なんかいきなり出てきた。ヴァンパイアロード。ちょっと待って、ヴァンパイアってことはさ、炎で良さそうじゃない。飛んでる時はあれだからな。え、お、びっくりした、これいけんの、落ちるのかと思った。あれ、ファイヤーボール今いくつ当たった。全然見てない。270か、弱いってわけではないな。弱点は違うな。あれかな、ホーリー系かな。ファイアボールのラッシュでいつも通り決めよう。ギャーフリーズ食らった。53か、重りにらみ、重くなるか。動きがのろくなってもね、別にそんな支障はないからね。ファイアボールを当てつつ攻撃ではめていく、いつものパターンだな。これいけるのかな。いけるわけないよね。うわ、スポイント。ちょっと俺のヒットポイントが減ってきたね。チョコ食うか。ロイヤルゼリーとか全然買ってないね。1個くらいしか持ってないと思うんだけど。これ貯めてるとさ、ショートカット使えないからさ、ダークホースか。魔法がやっぱりな、弱点つかないと少し長期戦になるね。攻撃が全然しょぼいからな。テクト唱えておくべきだったか。いや、もうでもここまで来たからな。ファイアボールのレベル上げをしつつ、
地道に倒そう。倒した。これまたさ、武器パワーとか上がるよね。でもマナの要塞にさ、ワッツとかいたっけ。普通に考えていないよね。こんなとこまで来たらさあいつマジどんだけ強靭な肉体をしてるんだよってなるから。あれ上がってない、武器パワー上がってないね。やはりそうか、最終決戦だからそういうのはないのか。右か左か、ひどい、これマジひどい。ヒロヒアルスリー使おう、めんどくせえから。よし、トウモ、またハグレメタルが出てきたね。いやー、いろいろ分かれ道だね。あれ、こっちも行けんの？どうなってる？クリティカルヒット140も食らうのか。またこれがあるな。どういう構造？マジで分かんねえ。あっちは行き止まりっぽいからね。あー、で、ここ、つながるだけ？これさっきの側だよね、多分。で、これこっちは意味ないってことだ。これさ、あのクリスタルに絶対引っかかるからね。で、こっちじゃないってことだよ。やっぱりこういう風に無知で通過するところが正しいかな、道的には。確かとしよう。こっちだ。また二つ道分かれてるね。トータス、あ、ちょっと待って、こいつ鬱陶しいんだよ本当に。スポイル君、スポイル君っていうか、なんだっけ。違う、こっちじゃなかった。もう全てをしかとする。違う。またボスか。け、またボスだ。今度はちょっと待って、間違えちゃったよ。プリムちゃんが攻撃をしているから、クイックをこっちにやって、ディテクトかけよう今回ばっかりは。で、武器も剣にして、無線だからね、そんなちょびちょびやっても闇の力に弱い。珍しいね、ダークホースとかさ全然鍛えてないよ。いくつ当たんの？だったらさ、イビルゲート8使うし、普通にファイアボールで良くないかっていう、このダメージ数次第。ちょっと 1？ そんなバカな。もう一回。待て、弱すぎでしょ。ファイアボール切り替えよう。そんなんある？レベル0で全くダメージが通らない。87か。どうするよこれ。クイックかけよう。攻撃にした方がいいのか。当たらん。これでも当たんない。マジかよ。クリティカルヒットを与えたって書いてあるけどさ、誰が。今のは俺だよね。魔法防御が高いんだなってことは、もう魔法切れたよ。一応全員かけるか。こいつは強いわ。強いっていうかマジめんどくさい。いやほんと当たんない。クイックかけてこれ。ちょ待って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 、だったらもうポポイはまた
魔法を唱えてもらおう。ファイアボールをここにして、まあ、80とかでもねダメージソースになるからね。あれ 1? あ、そんなことない、わかんねえ。どれが何のダメージになってんの。もう切れたよ。あ、118、当たる当たる当たる。ちょいちょいちょい回復。君じゃない君じゃない。うわ、ちょっと待って、攻撃中。全体かけよう。弱点が変わるとかそういうのあるかな。いや大丈夫そうだな。とりあえずはファイアボールで攻めよう。またクリティカルヒットを与えたら謎なんだよね。10回やって800でしょ。だって俺の攻撃ほんと当たんないんだけど。なんかスライムに貫通する武器とかないのかな。剣じゃなくてある。何がいいんだろう。爪とかって、いやでもさ肉弾戦だからな。ドラゴンランス打ってみる。あの1とは一体何なんだろう。だ全然当たらんわ。だクイックアップにかけよう。お話にならない、当たらなすぎて。食らってるからクコに魔法が唱えられない。何これ。当たった。当たればそれなりにさダメージ通るけどさ、マジで当たんないんだけど。命中率 10% くらいしかないよね。ちょもう魔法が切れてきた。しかも遠くてさ食わせらんないんだけど。ちょ待って待って待って、魔法とのやつらダメなの。切れたよ。くるみ食え。もうあと地道に攻撃していくしかない。本当にめんどくさい。これ最終ボスとか大丈夫か。やばいやばいやばい、また回復をしなくては。うーん、特に単品にかけるか。やはり33まで減ってる。まあ、攻撃が通れば攻撃の方が強いね、魔法よりは。それが全然通らないんだよな。ファイヤーボールとかたまに1になるし。めんどくさいゲームだったっけこれ。倒した、ようやくだ。一体どれだけのボスがいるんだ。武器パワーは上がんないねやっぱり。あれこれどこ。あ、こっちから来たのか。そうだよね。お、騙された。やり手壊せるかな。え、壊せねえんだけど。あ、忍者の新しいのがいる。こいつなんかいいの落とさねえかな。ストーンセーバー石化しそうだな。ストーンセーバーってやばいやばいやばい、杖。
倒した。宝箱は落とさない。わ、またこいつか。ちょっと待って、ティンクルバリアってなんだっけ。機関ファイアボール、ターミネーター。魔法が消えてしまった。水だらけだな。全体的にさ、何パーセントなのこの命中率は。ここすっげー減ったんだけど。そんな防御力低いか。レベル的には問題ないと思うんだよね。あんまり下行きすぎるとまた階層が映っちゃうからね。割とさ、無知を使うのがめんどくさいな、ここ。結局剣に変えよう。とわー、レベル1か。一番使いやすい。貯めたとしても今レベルいくつまで貯められるの。ちょ、貯めてみよう。この剣レベル自体もう7とかだよね。4、5、6か。あ、これはでも範囲攻撃だな、かなりの。1ヒットしかしないけどね。貯めるか。ダッフォー使った。ちょい待って待って、ここはマスター忍者。こいつは湧いて出てくるからな、すげえ。クイックが効いてるうちに全員殲滅したい。よし、パックンチョコ使うか。よし、あれ、こいつはアーマーないと普通だね。弱っ。ティンクルバリアか。それがめんどくさいんだよな。372ででも倒せるか。こいつも雑魚じゃん。今さら出てきてるけど、全然攻撃通らないけど、なんもないよね。長いは長いな。ちょっともう一回クイック、超必須だわ、クイックとか。スライムはな、さすがにダメージが通りづらいね。ただクイックさえかかってれば一般の敵は大してミスにならない。そのクイックもすぐ切れるからね。もう切れた。ノーモーションだったらさ、別にいいんだけどさ、モーションが入るからさ、それがめんどくさいんだよね、このモーションが。どうなってる？あいつ宝箱とさ、取ろう。ひで、死んだ。死神を追い払うってそういうもんなの？よし、魔法かかってんのかな、まだ。死んだらさすがに切れるか。サタンヘッド。ああ、何、あいつが呼んでる？サタンヘッドがこのマスター忍者を。技レベルが7になったね。メタルクラブ、こいつが攻撃だそう。ティンクルバリア、ティンクルバリア一発で倒したよね。あ、なんか全員になっちゃった。あれ 1？ ちょっと待って、
まに位置現象が起きるんだけど、どういうこと。370、あいつ飛んでるし。ターミネーターってなんかいいアイテム落とさないかな。なんか、なんかすげえぶっ飛んでった。宝箱落としたね。そしてとりゃーひどいマジでひどいよよし、もう一回あっちまで行こう。ここで戦闘が始まってるけど、あいつには構ってらんない。こっちのウルフデビルはもうサラマンダに任せよう。あいつも倒そう。結構ポンポンレベル上がってくね。で真ん中にいるし、240で倒せるか。59レベル、どんどんレベル上がってくね。こいつ弱いんだよね。サナヘッドはめんどくさい。だから僕は落とさないか。やっぱさ、武器パワー取ろうとするとさ、めちゃ大変だよね。引っ掛けよう。3人くらいいたからな。ひどい。しかもさ、色が同化してて分かりづらいんだけど、マスター忍者とか。あれ？何これどっち？こっちはこっちでまたなんかいけそうだし。うわ、また3人衆だ。あ、いけねえ、この下とか。これ踏むか。すげえボス戦っぽくないこれ。あれ全然違った。おお、とうとうここまで来たか。だがもう手遅れ。私の今のこの体はもうすぐ朽ち果てようとしている。私には新しい体が必要なのだ。普通の人間では私が乗り移ると力を抑えきれず爆発してしまう。だが何十年かに一度闇の血を持って生まれてくる者がいる。そのものに乗り移れば私の力はさらに強く大きくなっていく。そう、それがディラックだ。幼い頃に何者かに闇の力を封じられ、その反動でやたらと正義感が強くなったのだ。新しく生まれ変わった体のマナの要塞によって真の世界を作り上げるのだ。しまった。この体はもう限界だ。早く乗り移らねば。え、動ける？動けないね。いや、手裏剣なんだから投げろよ。しまった。これだけ見るとタナトスとかマジ？なんだこいつ。すげえ雑魚臭がするんだけど。え？これで死ぬの？なんでこんな三下扱いされてんの？マジか。残念だった。
これで世界は私のものだ。殺すしかない。嘘、嘘よ。そんなこと。ミラック、ミラックを返して。私がミラックだ。なんだ、動きが取れん。プリム、聞こえるかい。ディラックだ。落ち着いて聞いて。僕が最後の力を使ってタナトスの正体を暴く。タナトスと同化して分かったんだ。その正体は魔界に心を売り渡し永遠の命を得ようとした古の魔法使いだった。だが精神は永遠になっても体はやがて朽ち果てる。その度に乗り移りを繰り返してきたんだ。やがてその精神までも蝕まれ、正義の執念と怨念の塊、ダークリッチとなった。黙れ。プリム、会えなくなってしまうけどごめんね。こうするより他にないんだ。ランディ君と言ったね。プリムを頼んだよ。ミラック、ダメよ、やめて。やめろ。よし。え、何したの。消滅してしまう。こうなったら一か八か。お前の体をよこせ。ちょっと魔法取られておこう。で、これ取られておこう。当たってだけ出てるぞ。6、7、8。当たんない。いや、マジで当たらん。またこの当たんない病か。ディテクトかけて魔法で攻めるか。ダークリッチ、こっちに出てる時しか当たらないとか。毒戦が結構あるな。うおー、風船がついてしまった。光も魔法に弱い。そうだよね。いくつ当たった。ファイアボール。ちなみにゲートレベル8か。まあそれなりだな。なんだっけ、ウィル・オー・ウィスプも全然鍛えてないからね。8使ってさ、どんだけ当たるかだよな。7とか。もうこれさ、レベル上げてないと終わってるわ。これポポイ、待って、スポイトはめんどくさいな。回復。基本魔法が全てだね。今度レベル8になったし。なんか魔法レベル上がるとさ、モーション変わんなかったっけ。その魔法自体のファイアボールとか。これで200ずつ当たって効かない。フリーピーム、雪だるまになってしまった。うちのダメージソースが雪だるま治るの待とう。すぐ溶ける。うお、フリーズ。フリーズってなんかゲームが止まったみたいに聞こえるよね。ちびっこにらみ。待って、後ろに行こう。睨まれないようにしなくては。後ろにいるのに睨まれてしまった。ぷいぷい、それ直すか。これ当たんの追って、まあ、ファイアボールはファイアボールだね。レベル8とかが最高じゃなくてレベル9とかあるんだっけ。攻撃はさ、何の役にも立たないからね。
常に火の玉が飛んでいる戦場に。サラマンタも大変だよね、これだってさ、精霊呼び出して使ってるんでしょ。酷使しすぎだよ、一番酷使してるよねサラマンタ。だからレベル高いんだけどさ、まだいけるか。攻撃命中率かな 100% だったらな、もうちょっとね肉弾戦でねやる気が出るんだけど、いかんせん当たんないからさ倒したMVP はもうサラマンダーだなこのゲーム。レベルは上がらないか。ドリアードの魔法マナの封印が解けた。いや割とさ唐突に封印が解けたよね触れられないし誰にも。プリム、え、それだけ？俺は表に出よう。どうした？どうした？妖精の力が弱まってる。マナが失われつつあるのか。一応回復させとく。ポポイ。で、どうする？マナをセットしとく。じゃあこっちとコスプリもね使わなきゃいけないんでなんでさマナの封印が解けたんだかよくわかんねえんだけど理由が。ドリアードレベルいくつだっけな、3くらいまでは上げた気がする。フラミンみたい。フラミンも元は神獣だったのかも。さあ行こう。あれそういう話じゃなかったっけ。神獣が暴れ続ければ地上に被害が広がるよ。できないよ。お前、神獣を倒すことの意味がわかるか。神獣はマナを回復する唯一の生物だったはず。失われつつあるマナが戻らなくなるんだぞ。そうしたら おい、お前消えてしまうって言ってたじゃないか。大変。そうだろ、そんなことできるわけないよ。やだな、何言ってんだよ。別に死ぬわけじゃないんだよ。この世界から妖精や精霊たちの住む世界が2つに分かれて会えなくなるってことなんだ。でもここでオイラたちが神獣を倒さなかったら世界は滅んでしまうんだろ。オイラたち妖精だけじゃない、人間も。それじゃ意味ないよ。神獣を倒せるのは聖剣を持ってるアンちゃんだけだよ。逃げちゃダメだ。マナの木の母ちゃんに誓っただろ。思い出すんだ。さあオイラに構わず早く。いいんだな。当たり前だい。姉ちゃんも。なんか先っちょで戦うんだよねこれ。全然動けないところで。で、こうで、こう。
なんで2体出てるんだけど、ドリアードが大丈夫か。あ、来た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 。おお、かっこいい。マナの剣が発動した。これ切れるよね、マナの剣って。切れなかったっけ。攻撃力201とか超強いんだけど。倍くらいあるんだけど。マナの剣しか通らないはずなんだよね、攻撃が。これ突っ込んでくるときってさ、突っ込んできたり魔法唱えてきたりするはずなんで、どうしようもないんだよね。食らなきゃいけないんだっけ。ごつえ、普通に強え。一回一回回復しないとダメだな。もうちょっとあれか。あ、大丈夫。今の突撃じゃなかった。あ、これだ。この時いや95か。カウンターマジック使ってくんね。いや、ミスるんか。ちょっと待って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 、100までためよう。セントビームとかモーションが、いや待って、本当に当たらん。クイックとないでしょ。ダメだ、超めんどくせえ。クイックはもう一人でいいよ。全員にかけるとあれが短くなるんで。これいっちゃうじゃん。ちょっとだよ。いって。でこれがワンセットになって、これの繰り返しだったような気がするんだよね。あー、マナの剣切れてる。炎が来て、炎が来たらもう回復させよう。どうにもできないもんね、これ。痛い。よし、来る。この時にトリアード発動させよう。で、かけられるものはかけておきたいな。あれ、まだ切れてない？1人にかけたから。あれかけよう。こいつのマジックパワーすげえ使うな。ラッシュ、エナジーボール、どっちだっけ？エナジーボール。ちょっと待って、全然今、あれ最中だ。聖剣最中だから、かからんわ。まさか。あ、違う。よし、いいね。エナジーボール。ランディ。早く早く早く。よし、999、つえ。さすが、マナの剣だ。いいね、いいね、いいね。エナジーボール、マジつえ。炎を打ってきたら、もう、補助魔法もかけまくろう。これ、ハマってんじゃん、あいつ。あ、切れた。エナジーボールが切れた。いや、すんげえヒットポイントあんな。マナの剣はでも1セット持ちそうだね。炎を打ってきたら回復してマナかけてラッシュかけてエナジーボール。よし、次のターンで決めたいね、できれば。ちょっとちょっとちょっと、モーションが。この間に攻撃しよう、できれば。じゃあミスるわ、やっぱミスるわ。ピック、ランディ。いや、あいつはしょうがない。でさらにエナジーボールももうかける。かかってる最中ダメなんだ。だから動けない。一回攻撃しよう。でエナジーボールランディング。100になる前に痛い。ほらゴリ押す、ゴリ押せ。よーし、魔法が全てだ、このゲームは。なんか最終戦って感じがしなかったよね。
しまったのか。まだ、さよならも言ってないよ。しりちゃん。お前のことは、いつまでも忘れないよ。絶対に。うん、私も。それに、リラックも。私たち、彼らに負けないように、頑張って生きていかなきゃね。真珠の破片が雪に変わっていく。てかさ、フラミーさ、いなくなったらさ、こいつは帰れなくね？走ってるけど。走って帰るつもりなの？それ無理があるでしょう。何年かかんの走ったら。とりあえず大砲屋を見つけた方がいいと思うね。大砲屋は文明の力だからさ、マナとか関係なさそうだし。どうやって来たんだこの城に。走って世界を回ってんの。タフすぎだろ。こうやってさ、出ていくシーンがあるけどさ、あそこから出れないよね。だって海だよ。海に飛び込んで泳いでんのかな。まあ、ここら辺の戦艦とか全部文明の力っぽいからね。意外に文明の力あるよねこの世界。マナがなくなってもなんとかなりそうではある。サンタさんもおかわりなくっていう感じだからね。むしろ雪が降ってさ、サンタの出番じゃんっていう。こいつらキノコはマナ関係ないのかな。長くね、キノコ滞在が。四季の森は変わんないんだね。これあの魔女のとこでしょ。あれまだ魔力大丈夫なの？マナが失われつつあると思うんだけど。大砲。おお、ワッツか。まあワッツにもめちゃくちゃ世話になったよね。ああ、もともとニキータはここか。ニキータのお店にいて旅立ったんだ。結構立派な家だよねニキータ。まあぼったくってるからね。金はたまんのか。プリム友達のことシカトしてるし。ディラックが死んじゃったから顔合わせづらいのかな。あれディラックはみたいな話になるよね、パメラと。そのこと黙っておこう。
で、こいつは一人村に帰るのか。最初のとりあえず水の神殿に行って、別にあの村に帰んなくたってよくない？大した村じゃないっしょここ別に。こうなんか旅が終わったらさ、おーよくやったなーみたいな雰囲気になっててさ勝手すぎでしょ。だけど何を見たんだ。まあじゃあちょっとエンディングロールは流していきますか。あれってかさ、こいつのさ、村のみんな結局どうなったの？なんか村のみんなはどっかにいるはずだみたいなこと言ってたけどさ、誰もいなくね？これで終わりかな？ちょっとボタン押してみよう。最初のあれに戻る感じかな？あ、戻ったね。というわけで、聖剣伝説2、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。まあ、トータル的な感想としては、まあ、懐かしいは懐かしかったけど、ちょっとね、レスポンスが悪かったよね。多分ね、この、命中率の低さにね、ちょっと文句がね、相当多い動画になってしまって、申し訳なかったんですけれども、まあ、リメイクするんだったらね、やっぱね、快適さもね、ちょっと改良してもらいたかったよね。でもまあ、聖剣伝説2、やったはやったんだけどね、全然覚えてなかったんで、新鮮な気持ちでできました。で、聖剣伝説3もね、なんかリメイクしたらやりたいんだけど、まあ、今のところリメイク的なものはないよね。という感じで、じゃあ、聖剣伝説2、これで終了したいと思います。本当に最後までご視聴ありがとうございました。